こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画なんですけども、ワンちゃんのですね、しつけ方法の一つである亀甲条件付けですね、亀甲条件付けとはどんな、しつけ方なのかっていうことについてですね説明したいと思います。まずですね、こんなことで悩んでませんかってことなんですよね。で、例えば踏切の音を聞くと怖がるとかね、吠えるとか、なんかバイクのブルルーンっていうような、ね、音がね聞こえてくるとワンちゃん怖がってね、なんかこうもじけつくっていうか、もう地面になんかこうお腹つけるみたいなって、ちょっとこう尻尾がね股の中に入ったりとかね、したりとかで吠えたりとか、威嚇するように吠えたりとかね、掃除機の音を聞くと怖がったり吠えたり、まあ、なんなら掃除機自体を嫌がってですね、掃除機が近寄ってくると音がなくてもワンワン吠えたりとかね。あとはそのワンちゃんをね、シャンプーしてあげて乾かそうとした時にドライヤーつけるとですね、すごい苦手で怖がったりねするとか、まあ、インターホンの音を聞くとワンワン吠えたりとか、なんかブラッシングですね、こうブラッシングでこう毛をね溶かしてあげようとするとすごい嫌がったりとか、噛みついてきたりとかね、まあ、そういった悩みをですね解決できる、まあ、可能性ですけどがあるのが、まあ、亀甲条件付けとなっております。じゃあ亀甲条件付けってどんな、ね、方法なのか、ことなどんな、ね、まあ、考え方というかね、なのかってことなんですけど、ワンちゃんがね嫌がっているような刺激ですね、まあ、さっき言ったようにそのバイクの音とか、まあ、チャイムの音であったり、もうそもそもブラッシングとかね、そういったものが刺激、要はなんかこうワンちゃん的に嫌な、まあ、きっかけというか、そういう嫌なものっていうか音とかね、そういったもののことを刺激って言ってますけど、そういった刺激があったら、まあ、これからいいことが起こるんじゃないかと、いいことが起こるんだよと、まあ、学習させていくってことですね。だからその嫌な感じっていうのが不快って、こういう、ワンちゃんが嫌がってる刺激のことをですね、こう不快、こういうの不快って言うんですけど、不快って言うんですけどね、こういった不快をですね、そのいい感じですね、快に変えていく、不快から快に変えていく、これがですね亀甲条件付けです。まあ亀甲しているってよく言いますよね、なんか亀甲してる、なんかとこう敵と味方がね、なんか戦ってたらちょうど五分五分ぐらいで、まあ、亀甲してるとかって言いますよね。その亀甲ですね、この亀甲条件付けっていうのは、それを条件付けてるってことですね。まあ、なんかね、パブロフの犬みたいにね、ベルの音が鳴るってことがあったら、なんか美味しいものがもらえるんじゃないかっていうよだれが出てくるような、あんな感じですね、あれに近いような感じだと思いますね。で、不快なことがをこう快に変えていくっていうこと、まあ、その不快と快が拮抗してるわけですね。で、じゃあどうやってその拮抗条件付けをやっていくかっていう具体例で見てもらいたいんですけど、まあ、例えばバイクの音が怖いとしますね、それが不快だよと。ね、バイクの音が聞こえてきたら、ワンちゃんがもうすごい怖がったり、ワンワン吠えたりとかしてね、ちょっとかなり嫌がってると。その時に、ワンちゃんがね、好きなおやつ、まあ、これは貝ですね、喜ぶんで、を与えるってことですね。これを繰り返すんですね。だから、まあ、バイクの音が聞こえてきそうな場所に行くなりなんかして、バイクの音が怖いんだったら、あるいは、バイクの音も、例えば YouTube の音声とかでも、そのバイクの音が聞こえたら吠えるんだったら、バイクの音の音声を聞かせるとかね。それでその後に、まあ、大体できたらね、簡単なことからやった方がいいんで、例えばリアルなバイクのだともう相当怖がるけど、 YouTube の音声だバイクの音声だったらそんなに怖がらないけど、ちょっと怖がるんだったら、まず YouTube の音声の方がいいですけどね。それで、まあ、YouTube の音声を聞かせてちょっと吠えたらおやつ与えるみたいなのを繰り返していくと慣れていく、まあ、行くんですね。基本的にはこう亀甲条件付けの考え方だとね。で、それで慣れたら今度はリアルに外行ってですね、バイクが来そうなところにいて、バイクが来てワンを吠えたらそこでおやつあげるみたいなんで、こう最終的にはもう本物のバイクの音にも慣れさせていくと、
で、こんな感じでね、その嫌なことですね、不快と嬉しいこと、快、ね、お同時に感じさせる、見せる、ね、ドライヤー、ブラッシングを見せるとかね、ドライヤーの音を聞かせるとかね、そういったことで、その後にこうね、おやつを与える、その後というか同時に与えることで、こうね、快に、不快な音をですね、快に変えていくってことが拮抗条件付けです。で、不快なものっていうのは他にね、ドライヤーの、まあ、くどいですけど、ドライヤーの音とか、車の音とかね、もろもろあると思うんで、まあ、ぜひね、まあ、悪いことじゃないと思うんで、まあ、なんていうかな、相当嫌で、例えば心臓が悪いワンちゃんとかでね、こういう音を聞かせたらもう本当になんか倒れたりするんだよって方は、この拮抗条件付けはやめた方がいいと思いますけど、まあ、普通に元気で、例えば、5歳とか3歳とか、まあ、1歳とか、なんか若くて、まあ、元気で、そういう刺激をね、こう嫌な刺激を与えられても、なんていうかね、こう倒れたりとか、その、ならない、なんかこう、トラウマみたいになったりしないような条件であればですね、この拮抗条件付けは使えるんじゃないかなと思います。以上ですね、この動画参考になっておいた方はね、高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは、失礼します。